宇海久美子は、日本の女性フリーアナウンサー、リポーター、ラジオパーソナリティ、神奈川県鎌倉市出身、青鬼プロダクション所属、精神女子学院英語専攻科卒業。通訳志望から放送会に入り、TBS ラジオのアシスタントをきっかけに、フリーアナウンサーとして、SO プロモーションからデビュー、その後、青鬼プロダクションに移籍する。 テレビ番組のリポーター・インタビュアー、通訳、アシスタント、ラジオパーソナリティとして、各種番組に出演。各種イベントでの日本語、英語司会も務める。浅草、FM、世田谷 FM にて、美しい日本語アナウンス講座の講師としても、活躍中。アナウンサー業の傍らプラウドフットジャパン、アリスビラリゾート、ギリシャ宝飾ブランドのイリアス・レイラニツ等のブランディング。 広報、宣伝、各種セミナー、パーティー企画及び運営、コーディネートも行う。ABCDEFGHIJ、テレビタレント人名辞典に外いアソシエーツ、ヒソトアソシエーツ、2004年6月25日、第6版、162ページ。ISBN4 から816918523。ABC、うかいくみ。株式会社、プロダクション。 青ニプロダクション。2019年4月6日閲覧。ABC、美しい日本語講座。アナウンス講座ただいま生徒募集中。FC に2019年4月6日閲覧。ABCDE、還元事業、ブランディング、プロモーション、成功する、ホームページ制作千葉東京。チームデルタ。チームデルタ。2008年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年4月6日閲覧、ありがとうございます。